重心が移動してから突き下下向き出してそれから荷重。そう。もうちょっとスピード出てきた時にもっと圧をかけるのももうちょっと意識してもいいかなって。ひまさん、スキーが下向いてから圧をかけ出してからの圧のかけをもうちょっとしっかりやってもいいです。あまり変わらない状態になってたんで、外傾はでも意識してたんで、あれに圧をかけてくるともっと良くなります。お、こっからギュー、お、頑張ってる、こっからギュー、お、言われたこと忠実に体、もう最後までやれ、最後まで滑れ、そうそうそう、最後まで、今みたいに最後まで滑るといいな。あ、ごめんごめん。お、順平もだいぶ意識してます。こっから重心、まず重心を移動して、そっからそう、そうするとそんなでもない。でももっと足首から動かしてくるといいなと。ああ、あれをやめてくれっていつも言ってんの。またそ、あの今の、今ジャンプして切り替えてからその後また元戻った、それまですごい良かったのに、あの1回の日陰を作っちゃダメだよ。すごい分かりやすい、ビデオ映ってるから、俺がああっつってるから。あ、やっぱ体残ってるの分かる、ヒロだから一緒だよ、ほらほら、腰ポイントになってんじゃん、足首膝ポイントじゃないじゃん。ヒロ、重心移動忘れてる、もっとやっていいよ。こっから重、おー、うまい、うまい、これ誰、ライキ、ほらいいじゃん、ほら重心移動してから足かけてるじゃん。そうそうそう、あ、すごい、ただあんまちょっと手下げるな、せっかく良くても手下げると上体かぶってきちゃうからさ。そう、慌てない、重心移動してからうーっていうことになるよな。足元から角付けをしっかりする、重心移動してから足元、腰がいきなり動いてきちゃうね、だから今みたいな失敗が。足首、ターンの内足首、 OK、 ビデオにコメント入ってるから、帰ったら見てね、明日でも。あー、これ誰だ、あ、今のターンはいい、こっちターンの時腰、外腰が浮いてる、今もちょっと軽いかな、もっと外腰を沈める、もっと外側の腰ね、ターンの外側の腰を足元に近づけてターンしてってみ。散々やってるやつだよ、毎日やってるやつだよ。小石さん、なんとなく運動はいいです、いいです、いいです、いいです。こっちターンよりなんか右、左ターンなんか良かったですよ、小泉さん。あのビデオ撮ってあるんで。内膝がちょっとどうなってんだ、内膝動かしてっか、内足首だいぶ来た時よりも3日前よりも腰は高くなってます、はるかに高くなってます。でももっと高くしてもいい、足首から動かすの忘れないようにね、ちょっと忘れてる気味だったぞ、お姉ちゃん。そう、そうそうそう、腰で、腰、足首から動かせ、そう、足首から、そう、重心移動してから足首から運動を仕掛ける。ああ、今よかったかもしれない、うん、 OK、 これは